と掛け合わせ話すメロディー歌って出会えた素敵なファミリー、yeah. 壁を前に出すとした前に病んでバカのあん時の前に。よろしくお願いします。そもそも、はい、まあ、ちょっといろんなインタビューとかぶっちゃうけど、はいはいはい、ラップに何か出会ったきっかけが、ああまあ最初は、まあ、最初っつっても2つあって、うん、まあラップとして聞いてなかったんですけど、稲妻イレブンのオープニングで、うん、ティービストンのプラスケムシのそのケムシさんのパートがラップやって、でもその時点でそこばっかり聞くようになってて、ラップっていうのは知らずに、でがっつりそのラップとして聞いたのはあのボーカロイドにハマってて、はい、それのラップリミックス、うん、でまずリミックスかも知らなかったんで、でどういうことやろうと思って聞いたのがきっかけだったっすね。いわゆる、まあ、ミックホップとかじゃなく、もうそのネットラッパーの人たちがリミックスして出してるっていう感じですね、うんうん、結構やっぱそのネットラップの影響というか、はい、がもうめちゃくちゃでかいですね、うんうん、バトルでもなんかやっぱりレベルされてらっしゃる。そうですね、特に僕地元代表とかっていう感じでもなくて、うんうん、やし、それやったらネットラップの良さをそのヒップホップ側の人たちにも教えたいなっていうのがあるっすね。まあでも聞いてただけなんで、うん、やってはないんで。あ、そっからじゃあご自分がやる側になったのはどういうきっかけ？は、地元で、まあ、アデックっていうラッパーがいて、まあ、こいつは結構フリースタイルめっちゃやってる子でバトルとかも出てるんですけど、はい、でそいつがほんまに幼馴染で幼稚園の頃とかから遊んでて、でまあ、そいつからフリースタイルダンジョンとか高校生ラップ選手権を教えてもらってはいたんですけど、うんうん、最初は全然ハマりもせず、結構また時間空いて高校2年の最初ぐらいにあの第12回の高校生ラップ選手権のオーディションがあって、で応募したらって言われて応募して、でやっとやる気になったって感じですかね。けど俺ほんまにそこでマイク持つのも初めてで、でフリースタイルも全然やらず、で最終選考まで残ったんですよね。でそっからやる気というか、うん、あできるんじゃねみたいな感じやったっすね。それで飛田さん、飛田 D さんとかに目つけられて、うん、でエンター遊びに来いよとか、うん、でそこで当たった人がなんかイベントをやってたりとか、ちっちゃいイベントやってて、でそれに出たりとかして、でもうそっから一気に広がったっすね。じゃあ結構やっぱ、まあ、実践で、そうですね、実践でやった感じですね。じゃあそっからじゃあもう本当に本格的に、はい、まあ、どんどんやっぱバトルに出てって。そうですね、最初はもうずっと永遠バトルやってて、富士コースの時代はマジでずっとバトルしかやってなかったですね。結構やっぱあの時代って、はい、00世代とか、うんうん、まあ、いわゆるこう3年生はい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 、ご自分たちもこうある種打ち出してる。そうですね、なんか多分なんですけど、僕あんま覚えてないですけど、最初に00って言われ始めたのはハーディーやと思うんですよね。あいつがほんまに一人頭抜けてたんですよ、バトルの強さとか、ね、曲のクオリティ、ライブの数とかが。もうほんまにちゃんとラッパーをしてて、うん、普通にコメント欄とかでもヘッズになんか00のなんかすごいやつ現れたなみたいなって言ってたら、ちょうどそこで俺とオノリーとムカデが出てきて、うん、ゼロゼロこの3人すごいなみたいなのとか、この3人名前にゼロがちゃんと入ってるみたいな言われ出してから、自分たちでいじり始めたって感じです。うん、だから僕ら発信じゃなくヘッズ発信やった気がするんですよね。なんかでもその、まあ、ご自身にとって、うん、まあ、ゼロゼロ世代っていうくくり、はい、はい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 、どういうものって。まあ、最初はまあそれ使って売れれるなら何でもいいやと思ってたんですけど、それを利用しすぎてプラスヘッズが飽きてきて、で00とかどうでもいいしみたいなふりをしてたとこはあるんですけど、最近になって逆にまた00からバトルをやめてってちゃんと曲で売れてる子たちが増えてきて、逆になんかプライドが出てきたっす。まあバトルで残ってんのがほんまに僕ぐらいなんで、まだちょっとバトル MC の枠を抜けきれずっていうのがまだ自分であるんで、その自信がついたらもう完全にバトルとは離れようかなとは思ってるんですけど、あ、こう言っちゃあれですけど、うん、ちょっとその自信のなさ。そうですね、なんか曲作ってその瞬間結構満足するんですけど、うん、他のその近い年齢の人のバトルとかも出てたこの曲を聴くと、なんかどうしてもあーってなるんですよ。それでもやっぱラップのスキルっていう点でおいては負けてないと思うんですよ。うんうん、だからそれをあとどんだけ応用できるかが多分まだ多分できてないだけであって、その中でそうそうそう、うん、あと応用ちゃんとできたら多分抜けれるんだろうなっていうのはずっとありますね。うん、曲になるとちょっと真面目になっちゃうんですよ。
ここは小説こんだけやからで考えてやっちゃうんで、だから即興で曲取った時の方がいいのできたりするんですよ。あ、でもある種今のそのレコーディングを鑑定したやり方と、はい、その方法をまあマッシュアップ、はい、そうですね、いい感じに混ぜれたら絶対もっとレベル上がるんですけど、うん、そこが今ちょっと分かってないっていう段階ですね。なんかでも一方でそのバトルも逆に、はい、戦績は伸びてるようにも見えるんですけど、この間の凱旋で決勝、そうですね、でも1、2回戦負けがやっぱめちゃくちゃ多いですね。単純に1回戦でベストバウトが出てそれが動画になってるだけなんですよ。じゃあ全く強くなくて毎回ここ音声で終わってるし、でもいやすげえ面白いなと思ったのが、はい、あのシンペッタさんの動画を見させていただいたんですけど、うん、でその時もうなんか勝ちとかじゃなくて、うん、そのもう動画が再生数が伸びればいいって感じでやってるみたいな、もう時代の変化にはねついていかないと。まあでも結局やっぱ強い人が名前売れるんですけど、うん、だから珍しいタイプやと思うんですね、うん、強くないけど名前を売れるっていう、うん、それはでもちゃんと負けてたとしても、はい、要はパフォーマンスとしてバトルとして見せられてる、そうですね、そうですね、うん、で勝ち負けよりもある種こう、まあ、自分の知名度を上げるそうす、ね、ためにって割り切ってらっしゃる、はい、そうあと小遣い稼ぎですね、うんうん、出たらギャラもらえるんで、うん、まあ、それが一番でかいですね正直。僕がそのバトルに出なかった時期でどんどんバトルが盛り上がっていってくれたおかげで出たらギャラがもらえるようになってて、おーありがたいなって。今おっしゃってた、うん、出なかった時期がはい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 じゃないですか。で、まあ、いろんそうですね、その時はほんまにもう風磨の技に変わって、でまあ周りからもうバトル出るのやめたらみたいなが多くて、でまあそれに流されてて、で全然曲のクオリティもそんな高くないのにバトルから足洗っても消えるだけやでっていう声もあって、どっちかというとそっちの方が確かにってなってで出るようにしたっすね。だから最初は風磨の小太郎じゃなくてヤタガラスで出てたんで、その時は、うん、でも結局やってるうちにヤタガラスで出てても風磨の小太郎の名前を覚えてもらわれへんなってなって結局戻したっていう感じですね。単純にちょっとやっちゃったっすね。いやでも何かそのそういうのも含めて、はい、こうおっしゃるし、うん、結構あっけらかんと、はい、もう触れたくないってこともあるじゃないですか。そうですね、なんかまあちょっと恥ずかしいですね、うん、過去は、うん、でもやっぱご自分でもちゃんとその向き合うようにされてるかな。そうですね、逃げれないんで、ね、過去からは。だから最初はほんまに逃げようとしてたっす、うん、けどあ絶対逃げられへんなっていう、絶対ついてくるなって。でもうなんか今でも富士コースって呼ばれるんで、それはなんか変われたきっかけみたいなのあったりする？きっかけっていうか嫁に気にしすぎちゃうって言われたっすね。いいやん別にって言われて、だって今でもイベント見に来てくれたり曲聴いてくれてるんやったら別にいいやん名前の呼び方ぐらいって言われて、おもう確かにそれもそうやなって思ったっすね。でも奥さんの存在結構やっぱ大きいですか？大きいっす、めちゃくちゃ大きいっす、うん、でもそれなかったら多分俺今もラップなんていうんですかね、ちゃんと続けてないっすね。趣味ラップで終わってそうやったっすね。再会したのもそもそも奥さんの言葉だったんですか？そうっすね、うん、いやまあ辞めたのはその妊娠がきっかけやったんで、まあ、だから全部のきっかけですね、ほんまに嫁は、うんうんうん、やしその辞めたおかげで多分今ちゃんとやる気になって、実際その言い方は嫌っすけど仕事になってるんでちゃんと、うん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 、1試合の評価で今までの人生全部否定されるみたいな、 DM で殺害予告とか来たりしてて、